絶対ここ。あ、じゃあ、これで髪の毛止めて、はい、おはようございます。連休です。私連休に入りました。お盆休みです。夏休みです。サマーバケーションです。うん。でよぼやは仕事行ってます。僕ら休みが被らなかったので今週一人です。なのでちょっと動画を撮ります。まずすみません、すでに3連休終わったんですけどこの状態になってます。見えますでしょうか。今日のミッションはまずひげを剃ります、はい、あと何やろうかな。2年ぶりの超大型台風が接近しているようなので、何をしようか迷ってます。よぼやが剥いてくれたリンゴを食べたらちょっとやる気が出てきたので、このひげを剃る前にジム行ってちょっと汗流してきたいと思います。でさらにその前にご飯を炊く準備して、トイレ炊いちゃって帰ったら出来たてのご飯を食べたいと思います。
지금 이때 기마스 경위로 건물이 하나 있는데 대출이 반이네. 1남 3녀 오빠는 어렸을 때 잃어버렸다고 올해 2월에 30년 만에 찾았고 아침마다 출연 서린병원 외과 의사 얼마 전 큰언니 방일숙 이혼? 재용이 미친 거 아니니? 어? 릴렉스. 작은 아버지가 건설회사 이사였다가 비리 혐의로 수배 중. 뭐? 알았어. 거의 다 왔어. 일단 끊어봐. 아, 이 여자들이 보긴 왜 가? 단체로 더위를 먹었나? 우리 재용이가 겉으로 보기엔 좀 안. 내가 네 남편이냐? 얘는 그냥 너 쌍. 소소 이기마스. ミッションクリアです今日。新シーズン大人気オンエア中。恋愛ドラマの恋にしたい全シーズンをアベマビデオで公開中。アベマプレミアムなら全てのエピソードが見放題。ドラコイで検索。日本一過激な女のニュースショーの幕開けです。次回。Oh yeah. メインディッシュです。ごま油のネギ塩牛に牛焼肉フライパンで簡単。油を引かずに中火で焼いてお召し上がり。オッケー、油引かないで。安いね。あ、安い安い。キノコそのまま使える。オッケー、これ焼く。油いらないって言って、
汗かいてきた。ご飯ですよーと、OK、水の量も、OK、水の量も。よいしょ。じゃあいただきます。チャイもオッケーっすみだ。熱い。ちっちゃい。ちっちゃい。ああ、よし、食うぞ。いや、丸いやつもっと近くあったらいいな。
うん、あ、うまい。納豆いらないか。うん、いらない。うん、うん、うまっ。ごちそうさまでした。チャイムをごすみだ。にゃー。ネギ塩牛焼肉美味しかったな。味付けがちょっと濃いけど、ご飯と一緒で食べると最高でしたよ。OK。 寝ちゃった。寝ちゃった。起きるぞ。起きる。もうね、1時間じゃねえな。わお。1時間半は寝たか。起きます。ね。まだ2時前なんで挽回できるんで挽回ちょっと出かけよう。早速行きたかった本屋に行きたいと思います。おはよう。家から出るんだ。よし。
解散に来て、そうだよな。あの一回出ようと思ったんですけど、何をこんなに慌ててるんだろうと思ってちょっとゆっくり一旦立ち止まって見たところ、ちょっと本を読んでね。で、お腹減ってきたはい、面白いですね。お休みは計画もないからね、大体あるんだけどね。午後は出かけるっていうのはあるから、まだ3時前だから大丈夫大丈夫大丈夫って何焦らず行きますよ。よいしょ。はい、くっていくか。はい、こっか。あー、クリームあった。これ食っちゃおっと、よぼや食べちゃうぜ。 Sorry。 あー、思い出した。僕のまあ癖なんですけども、ここ行くとかこれやると言った後に、あれこれでやって大丈夫かな、これ意味あるかなとか考えちゃうんですよね。おう、考えた時点で多分負けなんですよね。負けというか、まあ、先に進めない。間違ってるとしても、なんかやって行ったり、行こうと思ったところに行ったら、で何もなかったら次の手が打てるんですよね。間違ってるか分かんないしね、今の時点ではね。やってみたらいいですよね。じゃあこれ、あ、思ったよりうまい。よぼや、よぼや食べちゃった、ごめんなさい。とりあえず、行こうと思ってた東京駅のめっちゃでっかい本屋マルゼンに行ってきます。これ飲んだ後に、いちごクリームワッフル、ずっとですね。まあ僕はこのままでいい、このままでいいのかとかね、考えてたんですよね。
休みの日に限ってこういうこと考える。で今のままでいいんだけど、なんかやりたいなって感じかな。前と同じだな。やっぱなんかやっていくっていうのはありですね。小さいけどストリートバスケ行けるようになったり、前は行けなかった。なぜかっていうと怖くてかな。こうやって YouTube 撮ったりとか動画撮ったり、あとなんだ、有給休暇を取るようになった。逆に余計なことを前より考えなくなってストレスが減った。ツイッター、つぶやきをなんか前よりも気軽にできるようになった。ネットへの配信が気軽にできるようになった。前はなんか怖くて、怖いもんばっかり。とりあえず今日の目標、そう、ヒゲを剃った。今日の目標1、ヒゲを剃った成功。2に図書館に行く。あ、じゃあ本屋に行くね。行けそうじゃん。日焼け止め塗っていくぞ。韓国行きたいな。韓国昼ドラが面白くて、アベマ TV の、ああ明日も見るかな多分。それ見ながらランニングだな。いいねいいね。よし、行くか。よし、今度こそ行きます。